思います。イケメンかよりもなんか雰囲気に飲まれます。同じくです。はい、思いますと耳の形です。いや、惚れやすいです。腕からこの手にかけて筋肉やばい。惚れやすくないと思います。いろんな人に告ってる男子とかいて、そういう人はもう嫌だ。惚れやすくないです。イケメンだとしても惚れないです。イケメンやとかっこいいなってなります。すぐついてっちゃいますか。ホイホイついてっちゃうんかい。あー、にくいかも、にくいかも。にくいんかい。じゃあ、あんまり声かけられても。あー、ちゃんと断る。惚れやすい。かっこいいなってすぐなる。顔惚れにくいです。いいと思っても、なんか、あ、ここダメだなって思っちゃう。ダメなとこ出ちゃう。出ちゃう。惚れにくい。4ヶ月ぐらい話してて、ようやくなんかいいなって思い始める。惚れやすい。優しいところ、男らしいところ、かっこいい人だとキュンってなります。なんか仲良かったり絡みがある人だとキュンってなります。惚れやすいと思います。普通に言われたらなんか、あ、はいみたいになっちゃう。惚れやすい方だよね。いや、もうすぐ行っちゃいますね。あ、もうすぐ行っちゃいます。そうですね。え、なんかさりげなく優しくされた時とか本当に惚れやすすぎますね。惚れやすいと思います。通学のバスとかでも普通にかっこいい人いたら、もうなんか朝会うのが楽しみだ。惚れやすいで、なんか女子校っていうのもあって、なんかちょっと言われただけでキュンってなるけど、でも顔は、そう、落ちやすい。でも顔は のレベルはすごい高いから惚れにくい方だと思います。ご飯とかもあんま行きたくないみたいな。まあ、人による。惚れやすい。なんか優しくされたらすぐ好きになっちゃう。私もうクソ惚れやすいです、本当に。なんだろう、なんかお菓子くれたらもうちょっとそんな感じになっちゃうね。あるあるある。